いけたら早く来いよは。ああちょっと早く。<laughs> そんなほら卒業式やめんなよさ。普通にもっと笑って。はいチーズって感じです。ですねえー、今日は撮影の舞台裏をちょっとご、えー、ご披露しますね。えっ、ー、と後ろにいるのがうちのスタッフです。えっ、ー、とまああのユキさんの一人ごと皆さんありがとうございます。えー、こんなメンバーでいろいろやっておりますんでちょっと簡単に一人一人 あの、自己紹介というほどじゃないけど、えー、紹介します。はい。では、えー、田代。はい。はい、3月からインコントロールで働いております。田代と申します。よろしくお願いします。えー、ゆきちゃんの独り言から、あの、入社しました。<laughs> はい。<laughs> えー、身長は184センチです。はい。えー、はい、好奇。はい、えー、初生の渡辺好奇です。 えっと僕もじ一月からあのインコントロでお世話になっております。はい。では皆さんはじめまして。えっ、ー、と私はまあ三年くらい前からこちらインコントロで赤嶺のアシスタントをしております。このゆきちゃんの独り言では主に機材トラブルの対応をしております。はい。はい、<laughs> よろしくお願いします。まあインコントロのミスタービーンって言われてますから。はい。はい、よろしくお願いいたします。いますはい。えゆきちゃんの一人ごと、えー、平日毎晩八時。 スタートでございますので、応援やしますんで、ぜひご覧ください。お待ちしております。お待ちしております。えっと、さて、えー、っと、来週は1920日と、まあ、有楽町の、えー、半球メンズで、えー、実はこれを、えー、やります。えー、ご存知でいらっしゃる方もおられるかと思うんですけど、いわゆるックスブラザーズというと、1772年に出来上がった、まあ、歴史ある会社です。 えー、こことですね、私の赤峰ロイヤルラインのいわゆるトランクショーをやろうと。で、どういうトランクショーをしたいのかということをちょっと申し上げると、あくまでも赤峰スタイルなんですね。赤峰スタイルという、この記事を選んでいただきたいみたいなところで、なんかオーダーがどうだとかっていうのはあるんだけどね、あんまりにはそういうことはあんまり意識してない。赤峰スタイルというものを実体験で、えーまあ、ご覧いただきたい。 と思うんですしたがって、まあ、記事とか、まあ、私が長年着てる、まあえー、こちらにあるものは、えー、全部フォックス・ブラザーズの今まで、えー、30年前のもの、まあ、一番、えー、古いフォックスは、えー、こちらです、えー、これはあのウェイアウトという私がまあ28歳で作った時のこのフォックス・ブラザーズのスーツです まあそんなものからですね30年前のものを、えー、それから2526年前のものを最近作ったものをいっぱいあります、えー、まあその中で、まあ、例えば、えー、こちらあたりはもう,こうダブルブレストのこのブラウンに、まあ、ネクタイはじゃあこれとかぶすのかなじゃあボタンの色とこれとどういう風に合わせるのかなみたいなことはやっぱり自分はいつも朝着る時に考えるわけですよね。 でその下に着るシャツはこれだな、ベルトはこれだな、靴下はこれだな、靴はこれだなっていうのを阪急、えー、の売り場の中でエドワード・グリーンであったり、ジョン・ロブであったり、もしくはクロケットジョーンズであったり、まあ、いろいろあります。でも、とにかくどんなブランドを着ようかがそんな大きな問題じゃない。要はやっぱご自分なりのスタイリングってものを皆さんにアドバイスするみたいなところが。 一番私が皆さんとお目にかかりたいポイントです。でそのために実は、まあ、昨日ですね、えー、と現場に行ってきました。まあ、フィッティングルームでそこそこ広いところでゆっくりご覧いただけるような。でまあ、この図面をですね、全体に見ながら、ここで皆さんとどう向かえ,えるかというところの場所のレイアウトを考えてきました。 まあちょうどですからまあ私のやってる仕事、まあこれ実は箸なんですけど、一応これをまあ一応タクトだと思ってタクトとして、やっぱり一つの音を奏でる。やっぱりそのネクタイ、えー、スーツ、ベルト、靴。これはコントラバスだったり、第一バイオリンだったり、ピアノだったり、いろんなものの中で、 やっぱハーモニーを作るっていうところをですね。まあ、売り場の中からいろいろ私の目線でピックアップしているポケットティーフならこれだよね。なんていうようなことをですね。え、やるためには、まずはやっぱりリハーサルが必要です。何回も何回もリハーサルして、それで音を奏でれるような、ちょっと段取りをしようということで昨日は行ってまいりました。まあ、まだ、あの、一部はポイントの時間にも、え、余裕がございますんで、 ご興味ある方はぜひいらしていただきたいのと。一応これをですね、えー、フォルチャスタイルの中でもちょっと動画で撮ったらどうみたいな話もあるんで、えー、動画で撮らせていただこうかなということで、今、えー、準備真っ盛り。まあ、いわばリハーサル真っ盛りっていうところですよね。いやー、やっぱりまあ、私なんかもう記事はいっぱい見てるんで、何度も何度もこう何年もこうやって見えるんですね。でもやっぱりこう、記事をまあ見てもですね、4年前にあんまりいいなと思うものが、今の時代だと、あ これ気になるよな、みたいなのがあるんですよね。で、これはただ単品の、まあ、ジャケットやスーツをお作りになるんじゃなくて、どういうハーモニーを、えー、奏でていただきたいというところが赤峰流のスタイルなので、それをですね、現物でいろいろとアドバイスできるようなことをやっていこうかなというふうに思っております。はい。まあ、ぜひご興味のある方は、えー、いらしていただければ嬉しいですね。はい。